だから僕は密かに期待してるんだ。ラデン、もしかしたら。トットン、トットン。でも運動会さ、あれじゃん、当日僕ダイソーしたんだけど、ラデンちゃん出たかったろうなーと思ってさ、ラデンちゃんがちょっと体調不良で出られなくなっちゃって、で全員参加しないと競技として成り立たない種目が一つあって、でそこをダイソーしたんだけど、そうラデン出たかったろうにって思って、でもその後ラデンちゃんからさ、なんかマネージャーからラデンさんがおかゆさんにお礼したいってことなんですけどって連絡来て、でラデンちゃんから直接連絡もらってさ、なんか先輩すいませんでしたみたいな、こうわざわざ連絡くれてね、そう、そういうことがあってさ、だから僕は密かに期待してるんだ。ラデン、もしかしたら大家掘り手伝いに来てくれるかもしれないって僕は密かに期待してるんだよね、実は。おおね、売ったつもりではないんだけど、けどこれはラデン、そんなに丁寧に、もしかして手伝いに来てくれるのかちょっと期待しちゃうよな。それはいやらしいですよ、そっかでもそういう機会にさ、ラデンちゃんとも仲良くなれたら嬉しいじゃん。ねえ、いや、パワハラじゃないですよ僕はラデンと仲良くなれたらなって思ってただけで、パワハラじゃないですよドキッ。